あとはその例えば今後じゃあ2拠点生活をしていく中で懸念点みたいなことありますか？ここ大丈夫かなみたいなところ。仕事面で言うとさっきちょっと話したけども、実際に拠点が離れることで今までのクライアントさんが同じようにお仕事を発注していただけるかっていう、そこの不安っていうのはすごく大きくあって、なぜなら僕らみたいなちっちゃい制作会社って、まあ、山のようにあるので、要は代替が効いてしまうっていうところが正直すごく、はい、心細いところというかね、まあその辺ですかね。そこの不安な部分っていうと、収入が安定的に得られるかどうか、今の働き方と同じことをしていて、そこが一つ懸念点なので、 YouTuber として本気で活動し始め、1年前し始めたのもそういう副収入源をきちんと確保できるチャンネルを自分で作りたいなっていうところで、YouTuber だと、まあ、動画が強みで、そうです、まあ自分そういうのを仕事にしてるし、出るのも慣れてるので、ということは逆を返せばこれから2拠点する人はやはりそういうあの仕事の環境を整えてからした方がいいってことですよね。いや違うと思うな。あ、そうではない、うん、働き方はいかようにでも何ともなると思っていて、あとは思い立ったら行動してしまうことの方が絶対最優先、後から考えればいい。だから今言った不安っていうのもそれに対しての解決策なんか俺一つも考えられてなくて、結局行ってみないとわからない、うん、全てもうそこに落ち着いたっていうか、よりもまた見えてもいない不安ばかりが先行して出遅れてしまったり、ましてやそれを引っ込めてしまったりやらなかったりっていうことの方が、俺は何百倍も大損害だと思って、人生の大損害だと思ってるので、なんかね、YouTube の方のコメントで自分の趣味に子供を巻き込むなよみたいなね書いてきたやつがいたんだけど、俺がボスなんだってボスについてくるのが家族なんだ、こういう感じでね、かけてはいないんだけど、それに対して見た時に思ったんですよ。やれないやつらがこういうこと言ってくんだろうなと思って、だからね、全ての答えはやった後に出てくると思ってるので、やらなかったやつらには答えすら出てこないでしょ。なのでこれから2拠点をとかって考えてる人たちは、とりあえず今ね2拠点をするためのサービスとかってものすごい整ってるから、あのゲストハウスをさ、定額でサブスクで借りれるサービスとかさ、今さっき言ったハフとかアドレスとかみたいなコーリビング系もいっぱいあるし、すごい安価にそれを実現できる、サービスとかっていうのはできてるから、あとはプレイヤー側の問題でしかなくて、やるかやらないか、スイッチオンかオフかっていう、そこで躊躇してる人たちには本当ね、いいからやれよっていうのが僕からのアドバイスかね。あとはその向こうでどんな活動をする予定とか。毎日スキーをやります。今決まってるのはそれだけです放課後帰ってきて宿題を終わらせたらとりあえず滑りに行くぞ。だから僕らも作業があったらもう絶対夕方までには一回目処をつけとく、毎日ナイターを滑る、まあ、僕たちよりも子どもたちだよね。その千葉では絶対に経験できない毎日スキーっていう環境を僕は与えるわけなので、これはやらせなかったらわざわざそんな雪国に住んだ意味がなくなってしまうので、もうそのために親も付き合って一緒にスキー、外国に来たぐらいのつもりで全く違うルーティーンで生活をしてやろうって。その向こうにじゃあ期間限定で3ヶ月間行くっていうことなんですけど、子供にその違う環境を見せたいっていう、その根源みたいのはきっかけとか、都心でちょっとこう息苦しさみたいのを感じてたんですか？全く。もう俺は都会大好きで。あ、そうなんですか？そう、だから俺正直向こうに移住する気なんてもうさらさらなくて、僕東京生まれ東京育ち、僕スーパーシティボーイなんで全然田舎に住みたいなんて、あ、そうなんですか？これっぽっちも思ってない。やっぱりまだあの未定だから、ずっといるっていうわけで、またずっと繰り返すっていうのもまた未定なのだから、やれることは全部やっつけてやろうかなっていうスタンスです。その他の記事なんですけど、そのお父さんを結構リスペクトしてるっていうふうに読んだんですけど、結構そういう思いもあるんですか？あ、どの記事を読んでくれたんだろう。
おとんと？おとんと。よくそこにたどり着いたっすね。伝説の俺の記事、そう、はい、俺で親父が大嫌いだったっていう話ですよね。でも結局は親父の背中をずっと同じようにトレースしてるなっていう記事なんですけど、今の俺のやっぱり原型を作ってくれたのは親父、うん、そのそういう遊び方、それから生き方っていう部分でもベースになる部分はやっぱり親父の教えがすごく強かったなって、うん、あとは、まあ、今後の展望っていう話になるんですけど、はい、まあ、こういったその形、家族で二拠点生活するのは、うん、今後どうやってやったらその活動が広がっていくと思いますか？まず、やっぱり継続することがすごく大事で、さっきも言った通り今回外国旗だったら正直ね、ちょっとお金が蓄えがあれば誰でもできちゃうっていうのが正直なところ、全然難しくないっていうのが今回の感想です。なのでこれをやっぱり継続しなくちゃいけなくて、継続してどっかピリオドをきちんと作ってやることで一つのライフスタイル、家族移住型の移動型のライフスタイルっていうのが確立できるかなと思っているので、まず長女が小学校を卒業するまでこのサイクルを継続できるように何としてでも守っていきたいなと。守っていくためには、学校との連携、それと僕ら収入源の安定化、この2つが大きなキーワードになるかなと思ってます。収入源の安定化っていうと、その営業活動が止まってしまうっていうところが気になるんですか？やっぱりね、がっちり固定したお客様がいてくれて拠点が離れても安定して仕事をもらえるみたいなのだったら、すごく楽にできるかなと思うんだけど、うちはそこはずっと不安定なところがあるので、うん、ここをまあクリアしなくちゃいけないかなと思いつつ、そもそも受託政策っていうワークスタイルにも僕は限界を感じているので、うん、そこすら変えたくて、それで本気で YouTuber を、要は自分がコンテンツになりたいって思ったのはそこなんですよね、うん、人のものばっかり作ってると、人のものにしかならなくて自分のものには最終的にはならない、うん、そこまで作ったスキルとかっていうのは自分のものだけども、センスとかだけども、そのコンテンツはお客様のものになってしまうので手を離れていっちゃう。じゃあ俺がコンテンツになって、俺のコンテンツがお金を生んでくれるような仕組みを作れれば、うん、それが安定的な収入源になるんじゃないかなっていうところから、やっぱり今まで全く見向きもしなかった YouTuber っていうところに45歳になって飛び込んでいくっていう、そこら辺も結局度胸と覚悟。まだまだね、僕のチャンネルは超弱小チャンネル底辺なんで、もっとね、数万人数十万人っていう登録者が現れるようなこう大きなチャンネルに育てていくっていう中で、うん、でも今はさまざまな形で自分がコンテンツになるチャンスっていうのはたくさんあるので、うん、そこはたとえ45でもまだまだ遅くはないと僕は思っていて、なんで今僕は YouTuber を真剣にやってます。妻は今真剣にブロガーをやらせてます。お互いにもう最初からオンラインサロン入って、はい、妻は勉強をしながら作ってます。僕は、僕なりにいろんな教材を買ったりとか、やっぱりセミナーを受けて YouTube っていうのをちょっと戦略的にやってます。まだまだですけど、本当にまだまだですけど、でも絶対チャンスはあると思ってるんですよ。もしそれが二拠点生活がうまくいったら、うん、じゃあ今後も続けていって、はい、例えば距離的に今は国内ですけど、はい、国外っていう選択肢もあるんですか？いや、僕の最終目標、夢はアメリカ大陸横断バンライフなんですよ、うん、そうなんです、家族全員で。でその間、5G が、普及してくると多分、すごくスムーズにビデオ会議のようにオンライン授業が受けられると思ってるんだよね。なので子どもたちの教育は、例えば小学校、日本の小学校と同じ授業を向こうでも受けられる。ちょっと時差があるのでそこ一回無視して、日本の授業をオンタイムで一緒に受ける、オンラインでっていうことが実現できると、旅をしていても車の中でもきちんと同じ品質の授業を受けることができるんじゃない、しかもタイムラグほぼなしに、うん、っていうことが実現できると思っているので、それを持って家族全員でアメリカ大陸横断または一周、うん、っていうのが僕の今のところの最終目的
地点です。継続するというよりも一つのピリオドとして家族全員でバンライフの頂点を極めたいなっていうのはすごく考えてますね。最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。せーの、アデュー。